おう、めぐみ。はあ、何その呼び方。なんか変かよ。私の方が年上でしょ。さんぐらいつけなさいよ。めぐみ様でもいいけど。めんどくせえな。いいだろ、めぐみで。あんたそれ考え方が古いわよ。欧米じゃセクシャルハラスメントって言ってね、訴えたら死刑になるんだから。マジかよ、怖えな欧米で。何か用なの？おう、ちょっと相談があるんだけどよ。お前薬に詳しいんだろ？まあね、小さい時は薬屋めぐちゃんって呼ばれてたわ。なんだったらあんたもそう呼んでいいわよ。いや絶対呼ばねえ。でな、実は俺は方向音痴でよ、ちょっと旅してると目的地とは全然違うところにたどり着いたりするんだよ。そういうの治す薬はねえか？あるわよ。あんのか？聞いといてあれだけどすげえな。薬屋めぐちゃんの名前は伊達じゃないわ。さてはお前その呼ばれ方気に入ってんな。うるさいわね。とにかくその薬はこれ、方向音痴ナオール。まんまだな。まあいいや、一つくれや。はい、グッと飲んで、一気に飲んで、躊躇なく飲んで。せかすなよ。変な味がするな。何でできてんだ？鳥の糞を乾燥させて固めてるの。ただの糞じゃねえか。なんでも渡り鳥の基礎本能を人間に反映させるんですって。効き目あんのかそれ。さあ、人間には使ったことないからわからないわ。俺で人体実験するな。でも副作用だけはわかってるの。方向感覚を鋭敏にするため脳を酷使するから髪の毛が大量に抜けるわ。はあ、俺の髪が。安心して、そんな時はこのオスライオンの糞から作った髪の毛ドカドカハエールを飲むのよ。いらねえよこのやぶ医者めぐちゃんが。